国鉄キハ40系機動車、ビューコースターフーッコビューコースターフーッコビューコースター、フーッコは、東日本旅客鉄道が2000年から保有している、鉄道車両で、ジョイフルトレインと呼ばれる車両の一種である。ロゴマーク JR 東日本仙台支社管内で、使用されていたトロッコ貨車は、老朽化とともに運転時の入れ替え作業や、保安要員の配置など運行コストの問題を、 発生させていた。更新する車両には、機関車が不要で、運転線区や、速度の自由度も高い機動車が選定され、キハ48547.1541を、種車として2000年に登場した。改造工事は、新潟鉄工が担当した。車体側面を大きく開口させ、外気を存分に感じることができるようにするとともに、当機には、 換気対策のために開口部にガラス戸をはめ込んだり、取り付けられたストーブを焚くことができる。また開口部の下部にはガラス戸を設置し、さらに開放感を高めている。外装は春から夏にかけての車窓の自然をイメージした緑、青、白、木を散りばめた爽やかなものである。なお、キハ48から547はライトブラウン。 木波48から1541は、グリーンを基調とした内装としている。車内には、何年木材を使用した木製座席が設けられ、各ボックスにはテーブルが設置された。天井は骨組みを剥き出しにし、白熱灯を用いて、レトロで温かみのある雰囲気を作り出している。なお、機関についても d m f 1 4ルツへ乾燥された。登場後は、 各路線のトロッコ臨時列車として使用されており、仙台支社管内はもとより、他の支社管内でのトロッコ列車でも多く使用されている。また、出社が同じである同社の実りとの根血も見られる。JR 東日本の路線以外にも、渡らせ、渓谷鉄道や三陸鉄道、合津鉄道などの他社線への乗り入れも行っている。また、それら、JR 東日本管内での運転に加えて、 2019年7月から9月にかけて JR 北海道に車両を貸し出し、宗谷本線で風っ子宗谷号として週末を中心に運行していた。いずれもキハ48型から改造したものであり、改造に伴う車番の変更はない。ありがとうございます。